ロンドン院におけるリージェンツ運河の経路リージェンツ運河はロンドン市街地北部の運河でパディントン駅の近くリトルベンニスとテムズ川のライムハウスベースンを接続している。全長は8.6マイルで本線には13機の水門がある。運河はリトルベンニスからリージェンツパークの北の境界を回って東に方向を変えカムデンロックやキングスクロス駅の北側に連絡している。 グランドユニオン運河の最南端部となっている。昔のように多くのナローボートが行き来することは現在ないが散歩道としてロンドン市民に人気だ。産業革命の時代、貨物や石炭を運搬するために1820年に開通した建築家ジョン・ナッシュにより建設された。20世紀にいるとイーストエンド・オブ・ロンドンでリージェンツ運河沿いに工場。 ガスタンクと製材所が多く分布していることがあった。カムデンタウンには、運河沿いの材木置き場として利用されていた空間が、徐々にマークットやレストランとして開発している。昨今、キングスクロス、イズリントンやショーリッ地で運河の近い地域が、再開発によって地価が高騰し、ジェントリフィケーションが進んでいる。運河沿いには、巨大なキングスクロスセントラル開発地域をはじめ、 新しい建物や改装された建物が多数立ち並ぶ。運河のおかげでカムデンロックやリトルベンニスから水上バスでリージェンツパークやロンドン動物園にアクセスできる。リージェンツ運河に望むこの博物館は運河の歴史や文化について展示している。キングスクロス駅から徒歩約8分。 ありがとうございます。